ギャルゲーマスターシーナは、巣を司による日本のライトノベル。イラストは、彩りきなおが担当している。電撃文庫より2010年4月から刊行されている。また、電撃文庫マガジンボリューム17より、同じ世界観を持つ、レトロゲームマスター渋沢が連載されている。ただし、こちらは、ギャルゲーマスターシーナとは、舞台設定は同一だが、 登場人物の交流等は、一切なく全くの別作品扱いとなっている。2011年4月には、レトロゲームマスター、渋沢の単行本化が、須王司のブログで予告され、5月10日発売の、ギャルゲーマスターシーナ3巻の後書きにて、正式発表され、ついでシリーズ化も発表された。本校では、レトロゲームマスター渋沢についても記述する。 私立桜台高等学校を舞台としている。同じ敷地内には中等部の校舎もある。校舎は高等部だけで普段授業で使用する新校舎と職員が主に使用する旧校舎、文化系の部活が集まる物質棟が存在する。主人公、椎名雄介は私立桜台高校に入学した普通の男子高校生である。ある日、文芸部の見学に行くため、 物室胸を歩いていたところ2年生の女子生徒を3人から下着泥棒の汚名を着せられ黙っていて欲しければギャルゲー研究部に入部することという脅迫じめた勧誘を受け自意権に入部することになる。私立桜台高校1年3組の委員長、早坂千尋は不良学生、渋沢を構成させるさせるために渋沢の隠れ家である現在では誰も使わない。 休校舎の一室に乗り込み、渋沢の説得を試みる。この隠れ家で生まれて、初めて見た、旧式のテレビゲームにはまり、レトロゲームの虜となっていく。ギャルゲーマスターシーナ電撃文庫館、全3巻完結、レトロゲームマスター渋沢電撃文庫館、全3巻完結、レトロゲームマスター渋沢電撃文庫マガジン。ありがとうございます。